ニメ作品をですね深く掘り下げるコーナーアニテでございます、はい、今回はですね東京 MX などで放送中の白箱を特集します。ゲストはこちらの皆さんです。どうぞ。はい、宮本役の木村樹里です。はい、木村さん、はい、そして安原エマ役の吉村遥です。よろしくお願いします。はい、吉村さん、そしてはい、高木静香役の千賀遥です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。千賀ですね。はい、はい、そして、ワーナーからこの方にも来ていただいております。どうぞ。はい、プロデューサー役の川瀬です。よろしくお願いします。プロデューサーやるぞ、カーセン。歯に衣着せる男、ね、いいです、もう最高でございますけれども、ね、じゃあカーセン、まずこの白箱の、なんで謝ってんの、早速。なんであの人謝ってんの。白箱の世界外からまずお話しいただいていいですか。まあ、詳しくはホームページ見ていただいて。またあの、ありがたいですよ、それぐらい巻いていただいたら、うちのフロアもありがたいですけど、来た瞬間みんな緊迫してるから、とりあえず巻いていかなきゃいけない。次回は、まあ、巻き戻しましたから、ね、あ、言ってください。どう、軽くで、軽くでいいんで、巻き戻した、はい、軽くでいいんで、はい、あの木村樹里さん演じる宮森葵さんって、はいはいはい、武蔵野アニメーションという制作会社に勤めてます。はい、その中で、いろんなこうことが起こりましてですね、はい、それをこう日々頑張りながら、なんでしょう、私は何をやりたいんだろうみたいなことを目指しながら、あと他にあの千賀さんは、はい、声優の卵役、はいはいはい、高木静香役、で吉村さんは、アニメーター、あー、ここね、かっこいい、安原エマさんにキャラクターを演じていただいてです、ね、なるほど、まあ、3人3様の、まあ、アニメーションというものに関わる人たちの人間模様を赤裸々に描く、あ、なるほど、言いながら楽しい話です。なるほどね。あ、今まであまりなかったような形ですよね。詳しくはホームページ、まあ、そうですね、それ間違いないです。間違いない、お願いします。詳しくはホームページと続きはウェブでは間違いないです、はい、もう問題なし。そうですね、解きましょう、はい、じゃあちょっとね、その、はい、ね、皆さんにね、ちょっとこういろいろと、はい、あのキャラクターについてね、聞いていきたいと思うんですけども、はい、いいですか、木村さんからお願いしていいですか。はい、私が演じさせていただいている宮森葵ちゃんっていう子は、いいね、元気そうで、すごく、そうなんです、元気な子で、あの制作会社に勤めて1年目の女の子なんですけども、大変な時期だね。そうなんです。ね、右も左も大変だ。大変です。決定校って書いてあるね。あの、すごく忙しいながらも前向きに物事をトラブルをすごく解決しようとして頑張るような女の子です。あとドーナツが大好きな女の子です。これ何持ってんだろう。何も、ね、あれは気になった。パチンってやつ、タップっていうんですか、あの、アニメーターさんが使うカット用紙を止める、うん、止めるパチンってやつ、ね、パチンってやつ、穴開いてるところ、はい、切っていけるね。はい、そうです。なるほど、ドーナツ大好き。はい、どんなドーナツの中でも何人が好きなんですか。ひょうたん屋のドーナツが出てくるね、ゲーム漫画アニメなんか出てくるね、ひょうたん屋のドーナツがうまいと、はい、はい、そうです、ね、結構和菓子っぽいとこから出してるドーナツね。そうですね、面白いね、はい、さあ、じゃあ続いて吉村さんお願いします。はい、私が演じさせていただいている安原エマちゃんという役なんですけども、若い、確かにあの年齢はみんな一緒なんですけど、ここの3人は、はい、そういう服装なんですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いんですけども、あのアニメーターでして、あの絵を描くのがすごく上手で、高校生時代からこの関係は続いてたんですけど、高校生時代はすごくみんなから才能があるねって言われてきて、この社会人になって職業としてアニメーターになった今はちょっとこの悩みの時期に差し迫っていると言いますか。だろうね。まだ趣味の延長で仕事にしちゃうとね、仕事にするってこういうことだから、ね、さすがクリエイター違うな。違うんですよ、趣味の延長、ね、趣味の延長、違う違う違う、うまいうまい言われて育つとどうしても違う。さすが社長、言うこと違うな。学校単位でどんだけおもろい言われてもね、この業界そんなにうまいこといかないの。学校で一番おもろいぐらいではあかんのよ。だろうね、だろうね、だろうなのよ。今は親に反対されても、あの親に半年間毎日手紙を書いて説得するぐらい真剣にアニメーターになりたいと思って入ってきたんです。なるほど、はい、やっぱりその、でもやっぱりこう好きやった、はい、好きやった、得意やったものを仕事にしたことで、こう環境とか自分の心のこう受け取り方とか進め方が変わってくるっていうことね、はい、はい、
い、あでも大事なことですよ、すごい悩み相談乗りたいもん俺、ね、そう、ほらなんか乗りたい、なんか気持ち伝わるわこの子、うん、伝わった、伝わりました、いただきましたもん、ありがとう、お転がしますね、いいですね、ありがとうございます、ほなもう、ね、あなただよ転がさないの、 あなたに転がしてほしいんだよこっちは、あそうそうそう、頑張ります、ちずかさんも、はい、やりますか、やります、そうそう、やります、やります、マシャバマシャバ、黙ってちずかさん、私がね演じさせていただいている坂ちずかちゃんは新人声優の女の子でして、事務所には所属できたんですけれども、まだこう憧れの自分の原点となっているアニメの仕事はできていなくてですね、今ねいっぱいいますねそういう子が、そう、そうですね、大変なんですけれども、さらに今放送されている最新話ではオーディションを受けたんですね、初めてのアニメのオーディション、ほうほうほう、でもそこでやっぱり失敗してしまったり、あるあるある、そうそう、うまくはいかないけれども、うん、でもやっぱ夢があるからこう悩みながら今頑張っているところですね、なるほど、いやでもね、はい、これはね、はい、練習よりもやっぱり現場っていうのはもう現場1回で練習100回分学べることがあるんですよ、でも現場に入れてるだけで静香ちゃんは本当に幸せだと思った方がいいよ、入れてないんですよ、まだ、どっちなのオーディションで失敗したんです、まだまだアニメ決まってないんです、なるほどね、この後学べるんだね、はい、かもしれない、まだ分からない、まだ分からない、学べるに決まってんだろいやどうかな、このまま盛り上がらずどこ行くんだよ、やめなさいよそういう見方いやいやいや、どうなることやろ、あのちすがさん自体は、はい、ご自身はもう何年目なんですか、はい、今声優さんは、私は今デビュー2年目でして、本当にこうずかちゃん、坂木ずかちゃん、ずかちゃん、うんうん、ずかちゃんとすごく重なる部分も多くて、そう、自分自身の初めてのオーディションもそう遠くない記憶で、そうね、ついこの前でしょ、そう、そうなんです、それで私が初めてのオーディションの時は、漢字の読みが違う、名前の読みが違うって言われて振り仮名を振ったんですけど もうひらがなも読めないんですよ、なんでテンパっちゃって、あもう書いてるのに読めなくて、その一瞬のミスで動揺してね、そうなんです、ああるある、ずっと書いてるのに間違ったまま読み続けてしまうという、あそれ実体験、そうです、そういうのアニメで拾っていきましょうよねえねえ、リアルに頑張ります、頑張りますありますからね、そういうことね、あるある、そういうのありますから、そういうのをニヤニヤしながら見てるわけ、なるほどねこっちサイドはね、はい、チンコというのもすいません、いやいいですよ、ほんでなんかエンディングを3人で歌われてると、うん、いうことですけど、どんな感じなんですかこれは、あの桃井春子さんが作詞作曲してくださって、うん、あそんなできるの、すごくキラキラした一応しまとめた、桃井は何だと思ってた、桃井さんはもう、なんか歌える声優さんや思ってたけど、あここまでできんのはすごい、憧れの桃井さんに、うん、すごくキラキラして、ちょっと白箱って賑やかな作品なんですけど、ちょっとそれともまた違うような、ちょっとね可愛い系の曲ですよね、そうですね、なんかテンポもそんなに激しすぎず、こう落ち着いた本当に女の子の可愛らしい部分がギュッと入ってて、しかもこの3人のハーモニーっていうのはもうこのエンディング以外では聞けないやっぱりハーモニーなので、すごくなんだろう、女の子らしくて聞いてほしいです、とにかくお願いします、でも謎なユニットですよね、だって制作進行とアニメーターの声優でしょ、そうなんです、なんでそこユニット組んじゃったって話川瀬さんどういうこと、まあまあね、こういうのもあっていいかな、いっかなみたいな、いっかなみたいな、でもそれぞれの歌い方がすごく歌に乗っていいと思う、それぞれの歌い方、制作進行なりの歌い方みたいなそう、厳しめってことちょっと制作進行の葵ちゃんはちょっとカラオケっぽく、あ、そうかもしれない、そんなことまで意識してやってるの、それもなんか OL みたいに歌ってる、そうですね、で、あの安原エマちゃんはすごい気弱な子なので、なんか声が震えて、あのフルバージョンじゃなくて聞けないんですけど、声が震えてるところとかもあったりして、そんなとこまでやってんだ、もうちゃんと可愛いです、ご自身よりというよりかちゃんとキャラよりでガンガン歌ってると、はい、キャラよりにはしたんですけど、ちょっとこのテイクを使ったのっていうドキッとするテイクも私の中で入っていて、あそうそうそう、やっぱりね、そういうの嬉しい、そういうのが可愛かったりするわけ、そこ使ってくるんだ、あのね、女の子が思ってる可愛いとね、男サイドが思ってる可愛い違うからね、そうなの、これはほんまに、そう、分かってる、分かってます、僕は全然違うからね、そうなの、さあということでおっさん3人で何時言うてんじゃんさあそれでは他のキャラはどんなキャラクターがいるかちょっとね見ていきましょう、はい、他はどんなキャラクターいますか、はい、そうですね、他には私たち3人の他に、うん、あのちょっとメインどころっていうか2人女の子がいまして、ほいほいほい、出んのかな、あの前、あ出ましたね、その画像のですね、うん、
手前ら辺にいる子たちなんですけど、はいはいはい、ショートカットの女の子が、東堂美沙ちゃんっていう黒髪の子ね。そうです、そうです、はいはいはい、その子が 3DCG を担当している女の子です。リアルな業界だな、本当に。いろいろこれから悩んでやっていくような子で、その子に抱きつかれてるサイドポニーの子が、今井みどりちゃんっていう子で、まだ学生なんですけど、あの脚本家を夢見て、今でもどうやったらなれるのかなっていうところで悩んでいるような子ですね。声優が高野あさみちゃんと大和田ひとみちゃんっていう子で、あと私たち3人と5人でラジオをやってますので、よかったら聞いてください。はい、あ、5人で、はい、前の5人でやってんのね。あ、はい、メインどころで。あのなんか白い髪の毛、金髪ですかね。ゴスロリ様と呼ばれている、あの、はい、作画、創作画監督をやられている、偉い人だ、ね、小笠原凛子さんという。あ、偉そうだね、もうね。創作家かなりあの優雅な感じで絵を描かれる方ですね。誰か多分イメージがあるんでしょうね、この業界の人もね。あ、そう、モデルが結構いたり。あ、やっぱりね、またあのカーディガンかセーターを首で巻くちゅう、わかりやすいベタのね。本田さんという方で制作のデスクをやってるんですけど、かなり心配性で、いつも晩作尽きたっていうのを毎回言うっていう。コメントも出てるね、晩作尽きた。晩作尽きたが口癖ってすごい。口癖なんですよ。ほぼほぼ最後ってことやからね。そのちょっとクールな感じの女性ですか？男前。落合さんっていう方で、制作の先輩ですね。本当にクールでなんか淡々とお仕事されてるような。川下さんのポジションないの？僕ないです。ないんかい。メカプロデューサーはないですよ。やっぱ何でしょうね。あ、まあ、一応いるんですけどね。まあ、あのこの作品いろんなモデルの人をちょっと、まあ、ご本人さんにちょっとあんたの絵面貸してもらうよみたいな感じで。借りるのにあんたってなんだ。そうです、ね。なるほどなるほど。あ、ほんな結構なんか話もリアルなんですね。あ、リアルです。はい、これはもうやっててもそれわかる。すごいわかりますね。わかりますね。もう声優さんの話とかも出てくるんですけども、その声優さんから見たアニメ業界といいますか、それもリアルに描かれておりまして、でも制作側も見えるからちょっと勉強になりますよね。あ、もう、こんな大変な思いしてみたいなね。はい、わ、はい、かりました。さあ、それではですね、せっかくでございますから今回はこういうことをやってみたいと思います。教えてアフレコ現場アベルで、今日ね、ゲストの声優のお三方にですね、アフレコ現場あるあるをですね、3つずつ、いろいろちょっと出していただきましたんで、はい、それをみんなでいじって、ね、イラって遊んでいこうというコーナーでございます。いいでしょう。さあ、それではまず、はい、木村さんからいきますか。はい、はい、じゃあババン、順にお願いします。ドン！白箱はドーナツの差し入れがすごく現場にありまして、その現場、ね、白箱あるあるね。これは白箱あるある。なるほどなるほど。で、2番目は新人声優として、あのガヤ撮りっていうその裏のワイ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 してるところで先輩方と掛け合うチャンスがあるんですよ。あるあるある。で、最後にあの女性声優さんの後ろ姿に見とれるっていうのがあります。はい、ありますね。このあのガヤの時のあのベテランの声優さんのアドリブも面白いですからね。面白いです。そう、ほんであれを笑わずに同じテンションで、ね、こうたまたま横にいたからみたいな、そこのポジション取り大事ですよね。すごく楽しいですね。ちょっと待って、なんでお前声優みたいに喋ってんの。私声優経験10年間ありますから。そうかそうか、言うてもね、一応そうだったね。そうですよ、ごめんね。こういうのありますからね。なんで偉そうなんだろう。あ、いいね、面白い。で、まあ、アニメの出てくる食べ物って絶対ですもんね。そうなんですね。差し入れではね。ああ、僕もある現場でバナナばっかりでした。はい、じゃあ次、はい、行きましょう。吉村さんどうぞ。はい、吉村あるお腹がグーグーなって謝る。あ、危ない、これ、はいはい、謝られた人もグーグーなる、みんななる。雑やな。その三段落ち何やん。どこで覚えてん。なんや、気持ちの絵やるね、持ってるね、腕上げ上がって。さすが、面白いな。でもこれありますね、みんなこんな感じで。しかも絵も上手だね。本当ですか、ありがとうございます。さすがアニメーター。そうでもね、そうでもね、アニメ、さすがアニメーターって言うほどじゃないで。ズルズルや、みんなテルテル坊主やこれ。いや、でもね、腹だけはね、
今のおならとかくしゃみとかね、はい、咳は我慢できてもね、うん、お腹のグーグーだけはね飲んでも飲んでもですからね、本当にまた飲んだらまたグーグーになってしまう消化音で、また最初に入るとなるんだよね、ブースに入った途端あれなんでしょうね、なんだろうね、やっぱ体が緊張することによっての作用やったりするんでしょうか ね、 ね、面白いです。はい、じゃあ続いて、はい、いきましょう、はい、お願いします。じゃん、ほう、まずは1、これは、まあ、どんな現場でもあるあるなんですが、誰の水かわからなくなる、足元にこうペットボトル、まあ、こんな感じで、ね、はい、ペットボトルを置いてるので、うん、隣の人と同じ飲み物だったら、うん、寄り方間違ってるよ誰の水飲んでるのか先生飲んでたら変態やん、ごめん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 やね、いいでしょ、とんでもない、自由な中橋さん、いつもわからなくなります、はい、うん、で、ミトさんはですね、白箱あるあるなんですけれども、うん、白箱、何せキャストが多いのでですね、うん、はい、毎月誰かしらが誕生日を迎えるので、うん、こうご飯を一緒に食べてる時にちょっとサプライズでこうケーキを出し、いいね、なんか用意したりして、 ありますね、はい、最近だとあの5人組のミサ役の高野あさみちゃんがね、10月にお誕生日でそれをお祝いしたりしました、いいですね、うん、はい、そして最後、出番がなくても飲み会には集合ある体育会系だねこれ本当に、うん、でこれもさっきと同じでキャストのたくさんいるので、はい、こう出たり出なかったりっていうことがあるんですけれども、うんうん、ね、こうアフレコの後にみんなで集まるときには、うん、その日出番がない人もやってきて飲み会に参加するっていうすごく仲のいい現場です、うんうん、飲み会レギュラーっていうのがあるんです、なんだ何それ嬉しいのか、なんだかよくわかんないそうですね、うん、まあでもみんなでやってるからね、出番がなくても飲み会でやってね、こうだったやだったよいうのがね大事かもしれませんよね、うん、はい、あとなんかね、お土産とかね、あ、そんなんもありますよね絶対ね、あります、あ、お土産もドーナツだったりします、そうですね、で、あとベテランのボケには全員笑うっていうのもあります、ね、ベテランのボケ全員って笑うんだけど、笑うんだけど誰も突っ込まないっていう、あの凍りついた感じを僕は楽しんでますいつもめっそうろてるけどみたいなこと言ってね、意外倒しますけど、どうしました皆さん、顔曇ってますけど、いやいやいや、曇ってないです、白箱の現場は本当に面白いです、白箱はね、はい、意外とベテランのボケにみんな突っ込む、まあ、そうなんです、誰誰ベテラン、白箱は大丈夫ですね、白箱は大丈夫です、意外とね、みんな仲いいって、岩田さんかなとか突っ込みやすいとかね、ちゃんとしたボケやったらいいんですけどね、そうそうそう、あの、わけのわからんこと言う人いっぱいそうなんですね、例えば山口カッペとか、わけわかんねえんだ、いやいや、俺 C だね俺も私も大丈夫です、あ、天才なんで大丈夫、演歌帳演歌帳は汚い時です、気をつけてください、ということで、ね、楽しいのありがとうございました、本当にね、うん、さあそれではね、続いてこのコーナー行きましょう、すごい企画ですよ、白箱の中身がなってるな、今まで、ね、皆さん、ね、テレビとかで見たことあると思いますけれども、ね、うん、箱の中身は何でしょうかみたいなね、あの、実際手を入れてそのものを触って当てる人だけが見えないみたいなゲームですけども、今回はですね、うん、もう誰にも見えない状況でやりたいと思います、視聴者もね、はい、そして、ヒントはですね、実際手を入れて触ってる人からのヒントを出してもらって、これから6択6つ、出しますんで、うん、その中で、実際そのね、生産何を触ってんのかっていうのを全員に投票して当てていただくというゲームで、コメントを聞いて推理するってことですね、そういうことでございます、 OK です、うわ、怖っ、すげー、すげー、やめてください、生きがいい、さあ、それではまずは木村さんから行きましょうか、行きましょうか、はい、それではお願いします、コメントくださいよ、気をつけてよ、つるっとつるっとしてる、つるっと、ちょっと重みがありますね、つるっと、で、四角っぽいですね、四角つるっと四角、震えました、震えた、ちょっと待って、高橋名人、そのパターン、めっちゃ震えてます、どうしたらいいですか、さあ、それでは連射してんじゃないの、中で連射してんじゃないの、皆さん、答えてください、どうぞこちら、ドン、さあ、何でしょう、なになに、ちょっと待って、呼んで、これちょっと待って、ちょっと呼んで、iPhone、Xperia、Medias、Aquas、Aquos Phone、Galaxy、Aros、アホちゃうか、ね、これアホちゃうか、あ、でもどのスマホでしょう、ちなみに木村さんは何思いますか、うん、私の、じゃあ5番で、5番で、適当です、適当です、なぜ5番と、大きさは、大きさは、Galaxy ちょっと大きいよ、iPhone にしてはちょっと大き
いかなって感じ。丸みとかはどう？丸みとかあります。それでは結果はどれが一番多い？ 40% iPhone が 40% ですが、正解はじゃじゃん、これはメディアスでした。わかるか、わかるか。一番少ないじゃん。メディアスでしたよ、ないわ。 7% しか。俺はこんなにこんなにメーカーがあったことにびっくりしてるわ。当たった方おめでとうございます、はい、すごいね、すごい、すごい、よかったね、まだね、あの物でね、物で、うん、はい、じゃあ続いてね、続いてほんなら吉村さんかな。はい、大丈夫かな。いや、この感じ大丈夫かね。これ2個目なんだろうね。いや、もう真剣に答えてくれたらみんながありがたいですよね。さあ、来ましたか、次の箱。次の白箱ね。白箱なんじゃら、ほいと、はい、中身ないように気付けてね。さあ、それでは吉村ちゃん、ザ気をつけて、ゆっくりでいいから。飛ぶ虫系。はい、なかなか高得点のリアクションですよ、ね、どんな感じ。中見えるから気をつけて。中見えるから見ちゃダメ、見ちゃダメだよ。両手、両手入れんと。ヒント、ヒント答え言わんといてや。ヒントやで、ヒント。藁みたいな。え、なんだろう。藁、藁、藁、なんか、なんだ藁。匂い、匂い。手外して。手を嗅いだら。なん、え、何、何その、変わった感じの加藤ちゃんペみたいな出たけど。よしちゃんペ、何、何、納豆って何。いや、それいい匂いのリアクションちゃうかったよ今。え、何、納豆ないじゃん。さあ、問題出ております。何、なんて、チキン、チキン、ソースマヨネーズ、うま塩、味噌、カレー、オムライス。あ、じゃあ、そんなん入ってんの。めっちゃ嗅いでるやん。問題、チキンか、ソースマヨ、うす塩、チキンかソースマヨネーズか。あ、そうか、そういうことか。スナック菓子か、これ。あ、どう、どう、じゃあもう一回、もう一回、もう一回。でもチキンかソースマヨネーズだと思う、うん、そう。あー、分かった、そういうことね。なるほど。ああ、さあ、ちなみに私は何だと思う、何だと思う。ソースマヨネーズ。ソースマヨネーズ、受けてみましょう。さあ、それでは結果で言うと、蓋を、蓋を、蓋を、何でした、何で下だけ透明みたいな。ただのおわ、それただの、ただのお預けやん。何してんの。よし、かわいいけど派手にボケるな。さっき見てたやろ、木村さんの。あ、正解が、正解何。いや、見てもわかんねえよ。あ、ベビーシアーか。オムライス、オムライス、オムライス味ですか。ちょっとほんまにそんなオムライスの味するの食べてみて。オムライスの味する、そんな、ほんまラーメンやで、どっちか言ったら。どう、微妙。え、いや、だから、もうちゃんと言うてよ、するの。ソース焼きそばといえばソース焼きそば。違うんだけど。いや、オムライスで、オムライス。いや、オムライスって言ってない。誰もソース焼きそばと言ってない。木村さんとか食べてみて、ちょっと。あの、あの、静香さんもちょっと食べてみて。どう、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 ちょっと。どう、みんなどうよ。どう、ソース焼きそば。ね、焼きそばでしょ。こう間違えてんじゃん。ソース焼きそばといえばソース焼きそばだね。いや、違うから。なるほど。オムライスやから。オムライスやから。ソース焼きそばって言われればそうだね。いや、違うから。オムライスやから。ちょっとベビースター。まあまあまあ。ベビースターのこと、あいつら、あいつらからベビースターのこと。ね。本当に。もうありえない。ね、本当ありえないですね。はい、さあ、で、静香さん行きますか。よっしゃ。はい。では、静香さんお願いします。静香さん、はるかさんが2人いますからね。そう、はい。さあ、どんな感じ？え、これ紙？なんだ？え、いや、そんなガッソリ行くな、大丈夫？紙。紙、ヒントだよ、これ、だいぶヒント。紙ね。さあ、折り鶴的な。あの、会話してもらっていいかな。あ、はい、折り鶴ではないです。折ってないです。折ってない。なんだろう、スキーでこけたってこと。髪の毛、髪、どっち。あ、なんか、棒がついてます。棒がついてる。さあ、じゃあ、お題見てみましょう。こちら、ドン。さあ、この6つの中、あ、2つだから、おかしいやろ。ふざけてるだろ。イエス、ノーのやり方おかしいやん。ていうか、雑じゃね。髪の強度は限りなく弱いです。髪髪、なんかこう、髪というか、こう平面部分の強度は弱いです。なるほど、弱い。あ、
あれじゃない、どっちなんだろう、どっちだろうね。あとなんか金魚すくいのあれじゃん、セロテープみたいな感じ。セロテープ、手作り感だねそれね。この二の具合なんなんや、うん、それが知りたいわ、ね。さあちなみに、ね、私はこれは、うん、これはね、じゃあうちわです。ほんまか、うん、開けてみよう。うちわと思ってるけど絶対違う。よっしゃ、何何何、まさかではないの、何、うちわなんでしょ、何、どうしたの、折れたい。うちわ、これこれは、こんなね、うちわで遊ぶな。はい、どうもありがとうございます。なるほど、芸人、いやいやすげえ、いやいやいや、その一泊置いたはなんでみんな。なんで、あ、まあ、ええかね、ということで、いや、ということでございましてね、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでございましてね、ちょっといろいろとね、楽しいゲームしていただきましたけれども、はい、さあ、それではですね、その、放送時間、それから、ね、いろんな情報、トントンと見ていきましょう。はい、こちらです、どうぞ、よいしょ。はい、こんな感じですね、川島さんね。はい、そうです、はい、いや、いいですか。あの、見てくれと、見てくれたらいいと、はい、この後、関東地区の方ね、東京ニュース見られる方は、はい、23時30分からオンエア、ま、お願いします、うん、はい、お願いします。ぜひとも、はい、ご覧いただければ。オールいい繋がりですね、これ。ほんまですね。そう、これ見終わった後そのまんま流れてね、そのまま流れて、なるほど、なるほど、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、そしてね、配信情報もはい、こんな感じで D アニメショーさんほか、はい、ニコニコさんでも当然やっておりますので、はい、どうもね、見逃した方、はい、ここでしか見られない方もぜひ、なるほど、ご覧いただければ、フォローしていただくということでございます、はい、さらに何かあります、あの歌のことも言っておいていただいていいですか。はい、はい、11月26日に、はい、主題歌 CD が発売されますので、はい、ぜひ皆さん聴いていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、でもついね、もうまま守らんですね、現状ですね、はい、はい、そして、はい、白箱の、はい、ブルーレイ &DVD 第1巻が12月24日、はい、あ、イブに、はい、イブに、はい、発売されるということで、こちらの内容どうなってますか。はい、はい、まあ見ての通りなんですけどね。またか。前回には1巻、第1話から第3話まで、なるほど、初回生産限定は、版の特典はキャラクター原案ポンカンさんの書き下ろしイラスト散歩設計図、キャラクター全員関口かなみさんの書き下ろしデジタル仕様と、はいはい、劇中劇アニメーション、まあ、この葵ちゃんが作っている、うん、アニメーション、エクストラスっていうアニメーションを作っている、ね、劇中劇ね、あ、面白い、それの、主題歌 CD。 なるほど、本編流れてないのに主題歌 CD がおまけに作る。面白いですね、意味がわからない。いやいや、中の中ね、そう、おまけに本編で、お、あの流れてもいないエンディングまで入ってる。流れてないのに、流れてないのに、面白いな、あと、あのいろんな、白箱の情報が入った、はい、特製ブックレット、なるほど、いろんな裏話が、入っております。はい、40分予定でございます、はい、ですので、12月24日ですので、うん、はいはい、あのクリスマスイブの自分のプレゼントに、そこのあなたいかがでしょうか。ぜひね、ぜひともお買い求めください。予約は今すぐ、はい、お願いします。お願いします。はい、ということでございまして、本日はですね、アニちゃんはですね、白箱を特集いたしました、本日の皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。